イ号第367潜水艦は、第日本帝国海軍の潜水艦、e 361型潜水艦の7番艦、回転攻撃隊に参加、戦後海没処分。以下、日本海軍の潜水艦名は、e 367戦闘と略記する。1942年の改め後計画第5467号艦。1943年10月22日。 三菱重工業神戸造船所に適九百四十四年四月二十八日に浸水。同年八月十五日、竣工。佐世保鎮守布石。同日、第十一潜水船隊に編入。十月十五日、第七潜水船隊に編入。十月三十一日、横須賀を発し、南鳥島へ輸送任務に従事。十一月六日に揚陸を行い。 11月12日に横須賀に帰島。揚陸物件は、漁食、弾薬61トン。または、漁末61トン。12月4日、横須賀を発し、ウェイク島への輸送任務に従事。12月17日に揚陸を行い、1945年1月1日に横須賀に帰島。揚陸物件は、漁食、弾薬81トン。 その後、回転搭載艦へ改装される。3月20日、第7潜水船体が解体され、イ3 6 7船は、第15潜水隊に編入。5月3日、イ3 6 6船とイ3 6 7船で、回転特別攻撃隊新部隊を編成。イ3 6 7船は、回転動きを搭載して5月5日に、大津島基地を出撃。 サイパン北西400海里へ向かったが回転を発進させられる機会はなく5月26日に帰島命令を受けた。しかし、回転乗員の要望により、作戦を続行し、翌日戦団を発見。3期に不具合が発生したため、2期の回転を発進させた。戦火は負傷。6月4日に大津島に帰島し、翌日呉木、または6月4日に呉に帰島。 ついで、E367 戦は、海天特別攻撃隊多門隊に加わり、7月19日に、大津島を出撃して、沖縄南東400海里へ向かった。帰島中、文後水道で終戦な方を受けた。8月16日、クレキ。11月30日、除石。1946年4月1日、五島列島沖で、海没処分。 艦長たちの軍艦誌445から446ページによる、篠原茂雄少佐、1944年8月15日、竹富国を少佐、1944年11月15日、今西三郎大尉、1945年6月14日から、ありがとうございます。